of Rock。 さあここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター INI 高塚ひろむ先生が登場。今夜は久しぶりにひろむ先生が鬼チューターとなって生徒に活を入れていくとのこと。鬼ムー INI ROCKS。生徒の皆さんこんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター INI 高塚ひろむです。今月もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。はい、ということで1ヶ月ぶりですね。まあいつも1ヶ月ぶりなんですけれども、もう5月ですよ。ゴールデンウィークも終わりまして、割とね学校行ってる生徒のみんなは慣れてきてるのかまだ慣れてないのか、まあ人によると思うんですけど、どうですか？楽しめていますか？まあいろいろと難しい季節でもあるとは思うんですけれども、楽しんでたらいいかな。体育祭とかがねある学校もありますからね、そういうのを楽しみつつ青春を謳歌してればいいかなと思うんですけど、僕はねこの1ヶ月はねみんなでYouTube の企画でドライブに行ったんですよ。ドライブできたらいいねっていう話をずっとしてたんで、まあこの機会にね行くことができて、いやめちゃくちゃ最高って思ったんですけど、なんとその企画でですね人生初バンジージャンプをしたんですよ。うん、いやねすごいねやりたかったんですよ、僕個人的には。なんか人生の経験としてねやりたかったんだけど、いざねなんていうのあれなんていうの、お立ち台っていうの、もう本当に落ちる寸前のあそこにね立つとね、もう本当に足がすくむんですよ。もうあんな経験初めてかもっていうくらいに、割と僕高所大丈夫なタイプだけど、あれはちょっと怖かったですね。一回ねちょっとね思い切ってジャンプするとねすごい殻が破れるというかね、なんか思い切りが良くなった気がしますね。うん。あれはちょっと人生に一回は生徒のみんなにも経験してほしいですね。はい。ということで僕の一ヶ月はそんな感じでしたね。生徒のみんなも楽しかったことや嬉しかったこと、腹立たしかったことでも、最近の出来事何でも自由に気軽に INI ロックス掲示板から書き込んでください。Attention everyone! INI Locks! Starring! INI! 高塚ひろむ。今夜の授業は生徒が緩んだ心を引き締める鬼チューター鬼近ひろむ。まあ去年もねちょくちょくやっていた授業ですけれども、久しぶりにやってきました。ということでみんなの緩んだ心にカツを入れていくスクールオブロックの鬼チューター鬼近ひろむでございます。ゴールデンウィークでお休み気分が抜けない、新学期にも少し慣れてくる頃で少し気が緩んできてる生徒もいるんじゃないでしょうか。そんな生徒たちを今夜はビシバシ愛の鞭でカツを入れていこうと思います。早速カツを入れていきましょう。北海道16歳、ラジオネーム白米。ひろむ先生こんばんは。私は大事な試験が1ヶ月後に迫っているにもかかわらず、なかなか勉強に手をつけられていません。どうかこの怠けている私にカツを入れてください、お願いします。ちょっとちょっと何しちゃってんの。大事な試験って分かってるんでしょ。やっとけよかったって後悔するのは自分ですよ。今なくして後でしんどい思いをするか、今頑張って後でハッピーな気持ちになるか、もうどっちがいいか白米は分かってるんじゃないの。そんな白米に行きますよ。ラジオネーム白米にカーツ。はい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 、まあねもうこの時期はね中間テストとかがありますからね。まあ、白米がその中間テストに向けて言ってるのかはちょっとわかんないですけど、1ヶ月後に迫ってるって言ってるからね。正直、1ヶ月後、いや、仮にね、中間テストだったとして、1ヶ月後から、ちゃんと勉強に手をつけられていないっていう意識があるのはむしろ褒めたいところですね。
僕なんて前日の夜9時くらいからですからね。うん。そんな、僕が喝を入れられるべきですね。まあまあまあ。まあその期間は置いといてね。やっぱり直前に迫ったね、試験とかに対して、やっぱやりたくないっていうのはもうみんなそうでしょう。もうよっぽど勉強が好きじゃないとね。うん。やりたくない気持ちはわかるんですけど、やっぱりね、将来の自分のためには、やんなきゃいけないんですよね。うん。頑張りましょう。うん。みんな苦しい思いしてやってるんだ。その先に幸せが待ってると思って、もう終わった後はみんなでハッピーハッピーしましょう。はい。1ヶ月後白米から、試験うまくいきましたっていう報告、待ってます。頑張ってください。まだまだ愛の無知が必要な生徒がいるみたいです。早速活を入れていきましょう。埼玉県16歳、女の子、ラジオネームミニピョン。活を入れてほしいです。4月に合唱部の代替わりがあり、私は学識になりました。人前に立って発言したり、リーダーシップを取ったりすることが苦手で、指示やアドバイスなどもうまく出せません。そのせいで、本来の目的である合唱もあまり楽しんでできなくなってしまっています。こんな私に活を入れてほしいです。ほうほう、ミニピョンさん、ちょっとちょっと、学識にもなってそのメンタルの弱さはちょっと良くないんじゃないの？苦手なことだからチャレンジする意味があるわけであって、今の時点でね、そんな私うまくできませんなんて言ってでも成長しないですよ。今ミニピョンはね、自分を成長させられるチャンスをもらってるわけなんだから、もうこれを乗り越えてもっともっと自分を好きにならないと。今は大変かもだけど、ここを乗り越えて世の中うまくやっていかないといけないんじゃないの？じゃあ行きますよ。ラジオネームミニピョンにカーツ。はい、ミニピョンもね頑張ってるんですよ。もう何を言ってるんだ。もうそんなね、真面目に頑張ってる子にそんな怒りをぶつけるなんてどうかしてるとは思うんですが、うん、カツを入れてほしいということだったのでね。うん、まあまあまあ、リーダーシップを取るのって難しいですよね。うん、誰しもなんかきっとね、一度は自分がね、そのうまくまとめないといけない時とかあるんじゃないですかね。でもまあやっぱりその人っていろんなタイプがいるからさ、必ずしももう一つにね、まとめられるとも限らないし、そのまとめるまでもが結構ね、リーダーにとっては負担になるわけですよね。うん。だから本当にね、それを真面目に頑張って乗り越えようとしてるミニピョンは本当に偉い。うん。だからね、そうやってなんか今は不安なこととかね、たくさんあるかもしれないけど、きっとゆっくりね、落ち着いて自分の思うようにやっていけばうまくいくと思うから、焦らずに頑張ってください。ということで、皆さんいかがでしたか？ちょっと怒りレベル上がったんじゃないのって自分でも思います。こらー、ちょっとちょっと怠けてるんじゃないの？ストップストップストップ。ちょっとはい、そんなにはできないですね。はい。やっぱり慣れてない部分はちょっとありますね。うん。はい。こんなね、怒らせないでくださいよ。うん。普段あんまり怒んない。感情あんま表に出せないタイプなんだから俺。出せないタイプなんだよ。出せって。ダメです。これダメダメ。ちょっと。はい。はい。まあそんな中でね、はい。僕も頑張って鬼を出して、皆さんに喝を入れていきたいと思うので、みんな一緒に頑張っていきましょう。うん。自分は甘いんじゃないかなって思う人も多いと思うんですけど、大丈夫です。一緒に乗り越えていきましょう。まだまだ、たるんでるなっていう生徒がいたら、またね、僕が、鬼チューター、鬼近ひろむを出してくるので、生徒のみんな、気をつけてくださいね。ということで、今夜の授業は以上、ログインとます。スクローブロックのチューター、あゆない高塚ひろむでした。頑張って。
むくん。むくんよい。もう大変だよね、鬼になるとかさ。いや、ボソッと最後言ってたけどさ、あんまり感情をこう表に出すのが得意じゃないって言ってんのにさ、あのドゥン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 ってかけたこらー。やっぱでも優しいよね、なんかそういうところに対応してくれるというかさ、サービス精神の塊だね、うん、本当に本当に。でもなんか頑張ってしか言えない。頑張ってほしい、俺は。そうだね、うん、まあみんなね、その頑張って鬼中華先生になってくださってましたけれども、うん、やっぱり、無理せずやっていきたいよね。うん、最悪なんかあったら、うん、サウナおいで、そ うちの整うよ、うん、整う、一緒にね、整う、うん、鬼中華、鬼中華ヒロムにカツを入れてほしい生徒、アイナイロックス掲示板やメールに書き込んでください。さあ、ということで、アイナイ高塚ヒロム先生とはまた明日。スクールオブロック。さあ、ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックの中途 INI 高塚ひろむ先生が登場。今夜は生徒の書き込みをひろむ先生がチェックしていきます。 INI ロックス。19歳女の子、ラジオネームヘイディ。私は香港からイギリスに入学したミニです。今回初めてメッセージを送ります。ひろむ先生の存在と歌声に感謝を伝えたいです。なぜなら、私が不安を感じた時、あなたの笑顔が私を救ってくれました。今はイギリスで勉強しながら応援しています。いつか直接日本に行って INI のコンサートを見たいです、とのことですね。イギリスからメッセージをいただきました。うわ、すごい、ありがとう。いや、すごい嬉しいな。ぜひ日本にね、留学来た時はライブ見に来てほしいですね。あと、イギリスからメッセージをくれたということでね、少し、英語でメッセージを伝えてみましょうか。僕ですね、全然英語はできるわけではないんですけど、はい、ひねり出した英語を送ってみます。Hayley, thank you for your message. I hope you achieve your big dreams. Hayley, メッセージくれてありがとう。大きな夢を叶えることを応援してるよって言いました。またいつでもメッセージ送ってきてください。スクールロック Attention everyone. INI Locks Story. INI 高塚ヒロム。生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ヒロムです。今日もここチュータールームナンバー3から授業を届けていきます。今夜は生徒のみんなから届いた書き込みをチェックしていこうと思います。茨城県18歳女の子、ラジオネームミューロム。ひろむ先生に相談があります。私は4月から保育学生になったのですが、なかなか自分に対しての自信が持てません。叶えたい目標のために日々勉強していても不安がずっと頭の中にあるんです。夢が目標へと変わり、本当に保育者になれるのかなと思い込んじゃいます。今の私は何か大きな壁にぶつかっているような気がして、不安を払拭して自分の殻を破るにはどうしたらいいですか。保育学生ね。保育学生ってことは、まあ、将来保育士になるんですかね。うん。夢がね、夢を叶えるためのその、レールに4月から入ることになって、なんか、このまま行ったら夢は叶うんだけども、なんかその叶うからこその悩みってことですよね。そうね。まあそのもともと夢だったものがちゃんと目標になってるっていう意味で、すごいそれは大きな成長かなって思うから、なんかそこの自分をすごい大事にしてあげてほしいですね。この夢が目標へと変わるっていう意味で言うと、僕もそれはすごい不安がありましたね。いざそのオーディション受けて、オーディションの時はもうデビューできたら、その11人に選ばれたら、もうそれ以上の幸せはないみたいな、もうそれさえ乗り越えれれば、もう俺も何でもやっていけるみたいなくらいのメンタルでいたんですけど、オーディション中はね。でもいざその選ばれた時はもう本当にもう最高の幸せっていうか、もう夢叶った。もうこっからやっていくんだ。人生変わったって言って、すごい
プラスな気持ちがたくさんあったけど、やっぱりいざなるとね、そのなった上でのあの不安というか苦労が押し寄せてきますからね。うん。先輩の JO1 さんの話とかもその頃よく聞いてたんだけど、あのオーディション中よりオーディションした後の方が大変だったみたいだよっていう話を聞いてて、で、いやそんなことあるかってその時は思ってたんだけど、もう今の自分からしても本当にその気持ちがわかります。うん、オーディションしてからその後からそのデビューまでの期間とかも本当に大変でしたね。だから本当ミューロムの不安もねすごいわかるんですよ。うん。でもなんだろう、やっぱりどうしてもいろんなこと大きなことを目の前にすると不安があるかもしれないけど、なんかねそんな大きい漠然とした不安を抱えてても何も前に進めないと思うから、一回冷静になってなんか目の前のことをコツコツとやることを集中したら、なんか自然と気づいたら昔の自分より成長してる自分がいると思うから、ミューロムも考えすぎずにあの一個一個達成していけたらいいんじゃないかなと思いますね。ミューロムこれからも一緒に頑張っていきましょう。さて続いての書き込みは岐阜県19歳女の子、ラジオネーム船ゆず。ひろむ先生こんばんは。私は今大学2年生なのですが、正直に言うと時々後ろを見てしまうことがあります。毎日塾に行って勉強して最善を尽くしてきたのですが、あと少しで第一志望の国公立大学には受かりませんでした。私は将来臨床検査技師になるのが夢で、浪人する勇気もなく今は希望の学部には進めているのですが、未だにあの時もし受かってたらという考えを時々してしまいます。もちろん今の場所で頑張ればいいと頭では思っているのですが、どこかでまだ後ろを振り返ってしまう自分がいます。なるほどね。まあね、この第一志望に受からなくてっていう人はきっとあの船ゆずに限らずたくさんいると思うんだけど、やっぱりどうしてもねそこなんか考えちゃうよね。もし自分が今の大学じゃなくて別の大学に進んでいく未来があったならみたいなことを考えちゃうとは思うんだけど、でもやっぱり時間ってどう何をどう頑張っても巻き戻せないですからね。うん。だからどうしても後悔する気持ちはねあるけど、やっぱりねもう考えても仕方ないから今できる最善を尽くしていくのがやっぱり船ゆずのためなんじゃないかなって思いますね。この希望の学部には進めているっていうみたいだし、なんかそれならもうね極端な話かもしれないけど、第一志望の国公立大学には受からなくとも今いる大学でもうトップになるとかね、あの蛍光牛語っていう言葉があるんですよ。あの鶏の口に牛の跡って書くんですけど、まあ、あのまあ、いわゆるその大きなね集団とか組織のまあ一番後ろにいるよりも、あの小さいね小さいグループのトップであった方がいいっていうようなことわざですよ。うん。まあ別にその国公立大学がでかくて今いる学部がちっちゃいとも限らないと思うんだけどね、限らないとは思うんだけど、なんかそこで後悔するんだったら今ある道であの一番を目指すっていうプラスな考え方でいればいいんじゃないかなって思いますね。うん。僕もね本当にねこういう後悔したことあったんですよ。なんかあの時あれしてればとか、なんかそういうの過去の自分をすっごい悔しく思うみたいな時期があったけど、もうそれに関してはもう何をどう後悔してもさ変えらんないから、だからもう本当にもう終わったものは仕方ない、もう考えてもどうしようもないって思うようになりましたね今は。うん。だから船ゆずも後悔してる気持ちもあるかもしれないけど、その気持ちよりも今頑張ろうっていう気持ちを大事にしてほしいですね。うん。船ゆずも一緒に頑張っていきましょう。 Make a smile. 先
これからも生徒の君が今何を思っていて、どんなことを考えているのか、チューターとして僕は知りたいと思っています。将来の夢についてはもちろん、今悩んでいること、聞いてほしいこと、どんなことでもいいので、あいないロックス掲示板に書き込んできてください。というわけで今夜の授業は以上。ログイントゥアスクールオブロックのチューター、あいない高塚ひろむでした。やっぱひろむ先生がこう生徒のことを思って話す時の声が優しいよ。いや本当にいつも思うけどね、なんかこう力強さみたいなのってやっぱさあ、なんかエールを届ける時って、それが勇気になる時ってあると思うけど、ここまでやっぱ寄り添う、やっぱこの声のトーンとかは本当なんかこうムー君の性格が出てるなって思う。そうだね、人柄出てるよね。蛍光牛語、この鳥口五語って書いて、大きな集団とかの組織の一番後ろにいるよりも小さいグループのトップであった方がいいって言葉なんだけど、まあこの新しい言葉をね、生徒も知れたっていうのも大きいし、あとこういう考え方を一つ自分の中でね学んだっていう、持ってるだけでちょっと気持ちが軽くなったりもするよね。そうね。ひろむ先生に聞いてほしいこと、相談したいことがあるという生徒は INI ロックス掲示板からぜひ書き込んでください。さあ、ということで INI 高塚ひろむ先生とはまた明日。スクールオブロック。さあ、ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、 INI 高塚ひろむ先生が登場。何やら今夜はひろむ先生に抜き打ちテストを実施するとのこと。まあ抜き打ちだろうが何だろうが、ムー君ならチューターとして100点取って生徒に大きな背中見せてくれや。アイナロックス。ここで早速生徒のみんなにクイズです。来月6月26日は何の日でしょう。え、なんだって。ん、校長とご飯に行く日。あ、違いますね。いや、まあ行けたらいいんですけどね。あ、何、あ、校長の誕生日。あ、違いますよ、それは6月13日ですね。うん、ん、何、生物部の活動日。あー、それもあるかもしれない。うん、その日も活動してるかもしれないけど、違います。正解は、INI6 枚目シングル、ザ・フレイムのリリース日です。はい。もちろん、生徒のみんなは知ってくれてましたよね。うん、僕たちの6シングルなんですけれども、新曲、全4曲が収録されています。もう僕たちのフレーム、ぶち壊すっていうようなコンセプトになってるんですけど、どの4曲もね、すごい新鮮味がある曲になってるかなって思うんで、早く聴いてほしいですね。そして今回のシングルにもメンバーが何人か、制作に携わってて、まあ、西くんがね、作詞を携わってたり、あとは、フェンファン、シューフェンファンが初めて作詞に参加することになりましたね。うん。なのでちょっとこの6月26日まだもう少し先だけど、ぜひ楽しみに待っていただけたらと思います。さてさて、この時期の10代の生徒といえば中間テストですね。もう始まってる生徒も多いんじゃないでしょうか。お、お、お、なになに？なになに？なんだって？なんか、いつもの鳥さんが喋ってますけど。お？お、チューターとして、ひろむ先生にもテストを受けてもらいます。なんだって？嘘でしょ？今から？あ、一応生徒に説明すると、生物部の顧問として、僕はもうこの鳥の言葉を理解できるようになっています。今、職員から問題用紙、渡されましたけど、え、結構あるけど、今やるんですか？わかりました。じゃあ僕も今から、中間テスト、やっていきたいと思います。これはね、ちょっと、もう中間の身としては、100点取ってね、生徒のみんなにいい背中を見せないとですね。それでは、お、スタート。まずは、名前を書いてね。はい。あ、この名前っていうの懐かしいですね。これ全7問ありますね。INI ロックスのテストみたいですね。第1問、
2022年1月31日に4日間限定で開講した短期講習 INI ロックス。この4日間の授業テーマは何だったでしょう？あれだよね、一番初めでしょ？一番初めなんだっけな、やばいやばい、あの時のね服装も覚えてるよ。結構なんか黄緑のセーターにね馬券はかぶってたんですよ。それ覚えてんだけど、テーマが思い出せない。あれかな、自己紹介とかかな。はい、続きまして、2022年8月 INI ロックスとして初めてのゲストは誰だったでしょう？あ、これは覚えてます。これはね、リヒトですよ。 INI の池崎リヒト。はい、そして2023年スクールオブロック19年目突入のタイミングで行った授業、19問19答ありましたね。この中で今一番欲しいものはに対してヒロム先生が答えたこととは、あれ、これはあれじゃない、一眼じゃない、一眼レフ。続きまして、今年最初の INI ロックス授業の中でヒロム先生が書き初めに書いた2024年の抱負とは、これもわかります、らしさ、らしさですよね。あれ、去年、これ去年だっけ、いや今年だった気がする。よし、次いきます。今年2月に行った授業マッチアップ INI の中で、松田仁先生が回答したヒロム先生と最初に出会った時の第一印象は何だったでしょう。これも覚えてますよ、高校生だと思ったってやつ。はい、今どう思ってるんでしょうねって話しましたね。はい、去年の10月チュータールームにゲストで来てくれた宮川大成先生、宮川先生が連れてきたペットの名前は何でしょう。これもわかります、レインくんです。はい、もう僕はもうあれからね、何回か宮川先生と遊んでますから、たくさんお話もしてます、仲良くなってます。続きまして最後の問題来ました。こちらは音声問題です。まずこの音を聞きください。このセミの鳴き真似をした授業のテーマは何だったでしょう。だって授業のテーマ、これはね分かるんですよ、これは覚えてる、今もできますできますけど、授業のテーマ、テーマって何、特技を生徒に教えてもらうとかじゃなかったでしたっけ。あー、はい、タイムアップ。さあ、職員に丸付けをしてもらいました。果たして点数は何点なのか、いきますよ。じゃん。はっ72点満点ならずでしたね。はい。まず、1問目の問題が、4日間限定で開講した短期講習 INI ロックス。この4日間の授業テーマは何だったでしょう。こちら、僕はね、自己紹介と答えたんですけれども、答えは、つながりでしたね。うわ、つながりだった。確かに。そうだ。つながりだ。このつながりって言葉覚えてる。うわー、そうだそうだ。そう。そうなのよ。この服。服は別にどうでもいいんですけど、テーマつながりでした。はい。続きまして、問いに。2022年8月、INI ロックスとして初めてのゲストは誰だったでしょう。答え、リヒト。池崎リヒトですね。はい、ゲストに来ました。ありがとうございます。すごい。あー、懐かしい。ちょっと余裕しかったね。うん。あー、楽しかったな、あれも。そして次、2023年スクールオブロック19年目突入のタイミングで行った授業、19問19答、この中で今一番欲しいものはに対してヒロム先生が答えたことは、答え一眼レフ、まあ、カメラですね。はい、こちらも正解しました。次の問題、今年最初の INI ロックスの授業の中でヒロム先生が書き初めに書いた2024年の抱負とは、答えらしさですね。はい、続きまして問い後、今年2月に行った授業マッチアップ INI の中で松田仁先生が回答したヒロム先生と最初に出会った時の第一印象は何だったでしょう。答え、高校生だと思った。はい、正解でございます。こちら、この話もね、仁にはしましたよ。うん、いや思ってたよって言ってました。うん、でもこれ本当、この企画があったのをさ、この授業があった後にみんなに話したら、なんかすごい
喜んでくれてましたね。うん、練習があったんですけど、そのお昼休憩とかにね、みんなでワイワイ話してましたね。うん、はい、ありがとうございました。続いて第6、去年の10月チュータールームにゲストで来てくれた宮川大仙先生、宮川先生が連れてきたペットの名前は何でしょう。はい、答え、レインくんですね。うん、ねえ、ペットまで連れてきてくれるなんて思ってなくてすごい嬉しかったですね。はい、そして続きまして問7、最後の問題、こちらは音声問題です。このセミの鳴き真似のスタジオテーマは何だったでしょう。こちらの答えはコール166コールヒロムでしたね。そっか、この時期か、これか。そうだ、これ音声をね、あの生徒のみんなにもらって、僕がその例としてモノマネでもいいですよって言って、このセミの鳴き真似をやったんでしたね。そうだそうだ。いや、こん時の服装も覚えてるんですよ。服装はどうでもいいんですよね。テーマね、ちょっとテーマの方が大事でしょうが、もうちゃんと覚えててくださいよ。はい、失礼いたしました。今の学生たちも今テスト頑張ってますしね、僕が間違えてどうするんだという話でございますが、はい、僕の中間テストの結果は72点でございました。2問間違い72点でございました。うんうんうん、まあ今はね、中間テストの時期ということで、まあ何かと生徒のみんなは頑張ってると思うんですけど、無理をしすぎず、自分を大切に、自分の時間も作りつつ、そういう勉強にもしっかりとね、時間を使って全力を出してもらえたらなと思いますね。今後こういうね、問題なんか生徒に募集して出してもらうのも面白そうですね。うん、よかったら INI ロックスに関わる問題を思いついた生徒、掲示板に送ってきてもらえたらです。というわけで今夜の授業は以上、ログインとアース、スクローブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。さあ、テストの結果2問間違いで72点ということで、1問の配定がでかすぎるですね。確かにね、1問約14点ぐらい、でかいね、でかすぎるテストだったね。でも、まあ、よく覚えてるもんだな、ね、高得点ではあるよね、72点ですから。あ、なんか出ますか。危ない、くしゃみが出かけたんだけど、引っ越したね。あげーだね、あげーだね。くしゃみ出そうだけど出さないという、あげー。これで14点ぐらい上げられないかね。差し上げて、ね、ぜひ、はい、あとやっぱ何回聞いてもセミの鳴き声がうますぎる。なんで、あの、どこから。いや、マジめっちゃうまい。なんか ね、あれはね、唇になんか指加えてなんかね、シュッ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 ってやってる。いや、うまいよ校長も。いやいやいや、ちょっとアゲーだね。スクールオブロック、はい、セミのモノマネできないとダメだから。いや、聞いたことないから言って。先に逆になんで教頭ここさんが来てから、うん、こんなにセミに触れてないのか不安なぐらい、不安っていうか不思議なぐらい。それ、マジのやつ。あ、結構マジのやつ。結構マジのやつ、うん、セミの音だけ聞いてこれが何ゼミかを当てる授業とかやってんの俺ら。それなんかね、セミファイナル、それなんかで聞いて、ゲストいらっしゃった時にそれ一回やった記憶あるけど、ね、誰だったかな、誰かが、うん、え、俺もど忘れちゃった、誰かがめっちゃ僕セミの声当てられるんですよって言って、やったよね、やったんだよ。私来てから一回やったよ。だから、そう、ゲストが来て、そういうことやったし、だから、それぐらいスクールオブロックってセミについて結構やるんだけど、なんかね、うん、ココさんが来てからパタリとやらなくなったんだよね。あれ？なんか、忖度。セミに忖度した。さあ、ということで、INI 高塚ひろむ先生とはまた明日。さあ、ここからは生徒の夢をサポートするスクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろむ先生が登場。今夜はひろむ先生が今まで世に出していない写真を初公開するとのこと。どんな写真？初公開？ムー君頼むよ。INI ロックス。生徒の皆さん、こんばんは。みんなの夢をサポートするスクールオブロックのチューター、INI 高塚ひろむです。今日もここ、チュータールームナンバー3から授業を届けていきます。昨日に引き続き、今日も生徒のみんなにクイズです。明日5月24日は何の日でしょう。なんだって？ん？再テストの日。あー、違いますよ、僕平均点取ってますからね、最終はありません。ヒントが欲しい。あ、そうですね、
INI に関する日です。わかりますか？昨日の問題は答えられた人もいるかもしれないけど、今日の問題はちょっと難しいかな。正解は INI の展覧会 INI エキシビジョンがスタートする日でございます。明日5月24日から6月30日の間、東京ドームシティギャラリーアーモで開催いたします。今年結成3周年を迎えた INI の歩んできた3年間を、会場限定映像やメンバーが過去に着用した衣装で振り返ることができたり、ここでしか見れない撮り下ろし作品が展示されています。こちらね、東京ドームシティで開催するっていうことなんですけど、東京ドームシティにあるね、あのいろんなアトラクションにもね、あの僕たち関わってまして、一緒にそういうアトラクション、もう東京ドームシティ全体を僕たち INI と一緒にね、あの楽しめるようなイベントですのでね、ぜひちょっとこの期間ね、ぜひとも東京ドームシティに足を運んでいただけたらと思います。生徒のみんなもぜひ遊びに来てください。ということで、今夜はこんな授業をやっていきます。ヒロムフォトエキシビジョン。Attention everyone! INI locks! Starring! INI! Takatsuka Hiromu! 壮大な音楽が流れておりますけれども、僕のスマホの中に眠っている写真の中から今まで世に出していないエキシビジョンなフォトを初公開していこうと思います。なんか前にもこういうね、ありましたけど、今回はあの、エキシビジョンですから、またまたちょっと違ったね、写真アップしていこうと思いますよ。いや、僕ね、普段本当にいろんな写真を撮るは撮るんですけどね、本当にしょうもない写真ばっか撮っちゃうので、あまりね、世に出せる写真があるかと言われたらそんなにないんですよ。あの映え写真っていうの、いわゆる映え写真ね、撮るのがね、もう本当に下手くそで、ちょっとでもね、映えた写真あったらもうすぐ SNS とかね、あのプラメっていうファンのみんなにメールを送れるサービスとかで送っちゃいますから、もう限られてるんですよ、こういう時にお見せできる写真はね。まあなので、ちょっとね、あの保険かけますけど、映えてはいないです。でもエキシビジョンですから、エキシビジョンですからね、僕のまあ、歴史というか、まあ、こんな写真もあったな、SNS とかにあげるほどではないけど、くすっと笑ってもらえるような、写真を選ばさせていただきました。ということで、早速、エキシビジョンなフォトを見せていこうと思います。最初の写真がこちら。こちらはね、僕がね、水色の髪だった時に、撮った写真なんですけど、髪がね、結構傷んでたんですよね。中にもね、染めて染め直してっていうのを繰り返してた結果、やっぱりどうしてもそのハイトーンになるものはね、髪へのダメージがつきものですから、結構ね、髪の毛がちぎれてきちゃって、頭のあのつむじのあたりがね、ピョンって跳ねてたんですよ。でその頃に髪の毛が短くなっちゃって、なんか面白いことになってるっていう写真を撮ったんですけど、その時に撮れた奇跡的な一枚でございます。ちょうどね、つむじのあたりを撮ろうとしたら、その後ろに置いてた観葉植物がね、ちょうどつむじの先に奇跡的に映って、僕はその画面見ずに撮ってるから、そうなってることとは知らずに撮ったんですけど、そしたらつむじの先から植物がピョンって生えてるような写真が撮れて、ピクミンじゃんって自分で思って、一人でクスッと笑ってたっていう写真でございます。はい、素晴らしいエキシビジョンですね。では続いての写真いきたいと思います。続いての写真がこちら。これはね、去年の2月、だから結構前なんですけど、みんなでね、慰安旅行なるものに行ったことがあったんですよ。会えない11人で旅行っていうか、仕事と聞かされて、その地に行ったら、実は嘘でしたって言って、
仕事じゃなくてみんなでオフを楽しむっていうサプライズ旅行だったんですけどね、栃木の鬼怒川に行ったんですよ。でそれで季節も2月だったから、あの雪がたくさん降ってて、でみんなでその雪の中一緒に温泉入ったり、まあ、お酒飲んだりいろいろ楽しんでたんですけど、その旅館の脇にね、まあ、雪が積もってたんですよ。でその雪がすごいふかふかでなんかこれで遊べないかなって言って、リヒトがその雪に顔をねガッてうずめたんですよ。うずめたらすごい綺麗にリヒトの顔が雪に残って、すごい不気味な仮面みたいな写真ができましたっていう写真ですね。でもこれはねちょっとね、芸術的ですね。見方を変えればなんかどっかの美術館に飾っていてもおかしくない、あのいわゆるモナリザとかのアルカイックスマイルですね、このリヒトの笑顔は。はい、そして最後にもう一つ、最後の一枚いきますね。これはね、レジットの、前回のセカンドアルバムのタイトル曲レジットの MV 撮影の時に撮った写真なんですけど、 MV 撮影の時に廃墟っていうかなんか倉庫で撮影したんですけど、なので下が結構砂で汚れてたんですけど、それを撮影の関係で水浸しにしてたんですよ。ね、そしたらその想像している通りドロドロになるわけじゃないですか。でレジットの振りって結構足バタバタするんですよ。でジャンプもするし足も結構動かすんで、踊ってたらね普通にね泥がねもう衣装とかもそうだし靴とかにももうつきまくるんですよ。でその撮影の時なんて僕結構その振りでも後ろの方にいたので、もう踊りがすっごい激しい人の後ろとかにいたので、全部ダイレクトに俺にかかってきてもう泥まみれになってたんですけど、その時の靴の写真ですね。セカンドアルバム、まあ、レジットだけじゃなくて新曲あったと思うんですけど、その曲の中にダーティーシューズスワックっていう曲があるんですよ。でもうその休憩の時に自分でこの靴見て、まさしくダーティーシューズじゃんこれって思って撮った写真でございます。今日はねエキシビションということで、僕のカメラロールの中に眠っていたエキシビションな写真を3枚紹介したんですけどね、どうですか。こちらの写真たちは放送後期にアップされるのでね、ぜひともチェックしていただきたいですね。写真を見たらわかると思うんですけど、あ、これは確かに SNS には上げない理由がわかるなっていうのがわかると思います。ダーティーシューズじゃんって撮った写真なんて本当に汚れすぎて、あんまり見てもね得はないです。得はないのですが、エキシビジョンですから、はい、ちゃんとね記録には残させていただきたいということで紹介させていただきました。改めて明日から始まる INI の展覧会行くよっていう生徒は感想も INI ロックス掲示板から書き込んでください。ということでまた来月ログイントゥアススクールオブロックのチューター INI 高塚ひろむでした。ムン君ピクミン好きだったの俺初めて知ったんだけど。生えてるね頭からね。あと私ちょっと個人的に気になったこの、アルカイックスマイル、アルカイックスマイルね、池崎先生の映画の写真って、これどういう状況、この写真。その、わかんないよね。いやいや、言いたいことはわかるよ。もう、すごい素材感じゃない？面白い出来ですね、これは。なんか、いいな、そのさ、いや、ね、やっぱみんなと一緒にいると、こういうさ、出来事が起きるからさ、やっぱ旅とか人と何かするとかってのはするもんだね。楽しさが伝わってくるよねこの写真でね。仲良くね、こうやって MV の現場の写真とかさ、残しとこう俺も。そうだね、なんか結構ぼーっとその日を過ごすことが多いから。写真撮って残しとこう。ヒロム先生のエキシビジョンフォト、こちら INI ロックスの放送後期にアップされているので、みんなもぜひチェックしてみてください。さあ、 INI 高塚ヒロム先生とはまた来月。